今日はマツダスタジアムで行われましたウエスタンリーグ今シーズン初めてのこの球場での戦いです。先発は玉村です。ダブルプレーで切り抜けます。ドラゴンズは先発上田、こちらも低めに変化球を集めました。三者凡退のスタート。好調、打率4割超えの佐藤、今日もヒット、これで15試合連続安打になります。ファンにも存在感十分に見せつけました。末金の打球はこのサード石垣のファインプレー。非常に締まったゲーム展開です。両チーム得点入りません。浜村5回を0に抑えます。そしてこの上田投手もランナーも出しながらではあったんですが、失点は許しませんでした。6回はピンチを迎えます。浜村、この打球でランナーはストップ。ただチャンスは広がります。そしてビシエド、ツーアウト三塁一塁から最後は詰まりました。今日は玉村6回無失点の内容です。74球です。7回はこのロベルトがヒットでつなぎます。チャンスが広がった広島東洋カープ、ここで上田がマウンドを降ります。経験豊富な田島、今日すでにヒットを放っている佐藤との対戦です。うまく打ちました。今日2本目、さらには打点を上げます。技も見せましたルーキーです、佐藤。1点差で最後はコルニエル、ただ満塁です。ロドリゲスを見逃しの三振、試合終了1対0。マッサスタジアムのファンを喜ばせるカープのゲーム勝利しています。